はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。最近また Pixel 3XL のアップデートに気づいてしまったんですけど、何個か前の動画で Pixel 3XL のナイトサイトという夜景モードが追加されたということで、まあ、そのモードを実際に試す動画とか出して、で、その次にですね、インカメラの動画が広角に対応したよっていう話もしたんですよ。で、それもおそらく、ナイトサイト、夜景モードがアップデートされたタイミングで、追加されたモードだと思うんですけど、実はですね、その後に、またさらに気づいてしまったんですけど、ついに、Pixel 3XL、それから Pixel 3の動画がですね、外部マイクに対応したっぽいです。これは嬉しいですね。これもですね、いつだかの動画で撮った時の音は、まあちょっと微妙だよねっていう話はしていて、外部マイクが使えたらいいんだけど、つけてみたら、外部マイクはなんか対応してませんみたいな表示が出たという話をしたんですけど、もう一回今試してみたら、普通に外部マイクで音声が取れるようになってました。うわ、来たよこれっていうことで、一応アップデート の更新のページとか見たんですけど、特に書いてないんだよね。いや、書いてないのに、これだけいろいろアップデートされてたら全然気づかないというか、実際試してみるまで気づけないので、気づいた時の喜びが大きくて嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、まあ、とりあえずね、実際どういう風に撮れるのかお見せしたいと思います。はい、こんな感じで、Pixel 3XL に直接させる USB-C とイヤホンジャックの変換アダプターがついてるので、それを直接 Pixel 3につけますと。で、こんな感じで、つけます。で、今回使うのは、こちらのピンマイクですね。で、まあ、ピンマイクと、接続をして、ここにつけるような感じで使ってみます。まあ、これだったらこんな感じで自撮りもしやすいし、アウトカメラの方で動画を撮ったりするときも、自分の声がここから入ってくるので、距離が離れていても、関係なく映るという感じなので、非常にやりやすいかなと思います。まあ、じゃあ、音とかどんな感じで撮れるのかお見せします。はい、どうもこんにちは、渡辺です。どうでしょうか。今こちらですね、Pixel 3XL のインカメラで動画を撮っています。で、外部マイクを、接続している音声になります。まあ、ピンマイクなんで、まあ、非常に声の拾いとかはいいんじゃないかと思います。ちょっとじゃあピンマイクこれから抜いて、音がどのぐらい違うのかお見せします。はい、こんにちは、渡辺です。今はピンマイクの方は、まあ、こんな感じで抜いてあります。で、音は普通にこちらの Pixel 3XL の内蔵されているマイクの方で撮ってます。音はさっきと比べてどうでしょうか。音声のテストをしております。はい、どうもこんにちは、渡辺です。ピンマイクの方に音を戻しました。どうでしょうか。まあ、やっぱね、広角も対応したんで本当に自撮りがやりやすくなりましたね。うん、音の質はどうでしょうか。ちょっとね、これから自分でもチェックしてみようと思います。はい、どうもこんにちは、渡辺です。ちょっと最後にですね、せっかくなんでこちらの、普通の卓上で置くタイプのマイク、こちらも使ってみました。音は取れてますかね。もしこれでできるんだったら、まあ結構、まあいろいろと用途の幅が広がるんじゃないでしょうか。生放送とかね、やるときも結構いいんじゃないかと思います。音はどのように取れてますでしょうか。後でチェックしてみたいと思います。はい、ということで、今ですね、Pixel 3XL の方で、まあ、マイクのテストをしながら何本か動画を撮ってみたんですけど、まず分かったこと、すべてのマイクに対応しているわけではないっぽいですね。まずこちらの、卓上で置くこのソニーの ECM-PCV80V っていうマイクがあるんですけど、これは何やら認識してなかったっぽいですね。撮れていた音が Pixel 3の内蔵マイクと一緒の音だったんで、これは使えなかったみたいです。ピンマイクの方は普通にピンマイクで撮った音が取れていたんで、これはね、普通に使えます。これ別に普通のピンマイクなんで、 Pixel 3XL のため の, 専用マイクとかではないんですよ。普通に Amazon で700円ぐらいで買ったものなんですけど、これは使うことができました。ちょっとね、何が使えて何が使えないのかとか、いろいろ気になる部分があるので、ちょっと一概には言えないんですけど、一応外部マイク、今まで使えなかったものが使えるようにはなってたんで、十分いいんじゃないでしょうか。いや、これも、まあ間違いなく、この今回のアップデートで、追加された機能だと思うので、もうほんとどんどん良くなってきてますね。もう最初は外部マイクも使えなかったし、インカメラも広角にならなかったし、いろいろとこの、荒削りなところがあったんですけど、まあ約2週間ぐらい経って、
で、もうこの時点でだいぶ進化してきて使いやすくなってるなと思ってます。まあ、あとは普通に動画を撮る時の音質とか、あとスピーカーの音割れ問題とか、うん、その辺かな。今浮上してる問題あたりが改善されてきたら、もうほぼ最強なんじゃないかという感じですね。Pixel 3XL も、まあ、使い始めてからだいぶ良くなってきてます。はい、そんな感じで、今回は、Pixel 3XL、それから Pixel 3の方で、外部マイクの方に対応してるよということが分かったので、ちょっとその違いをお見せしてきました。まあ、ピンマイク使えるようになったら、外で、動画撮るときも、別にピンマイクつけながら撮ればいいわけなんで、まあ、音がどうしてもいい音じゃないと困るという時なんかはだいぶやりやすくなるんじゃないかなと思います。そんな感じでこちらのチャンネルではガジェットの話やカメラの話、あとはゲームの話などをしております。気に入っていただけたら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。